どうもこんにちは。いや、暑いですね。ということで、今日なんですけれども、今日もですね、スニーカーを買いました動画でーす。じゃあ早速紹介していきたいと思います。今回購入したスニーカーこちらでーす。はい、来ました、ドーンと。はい、アディダスインスティンクトローになります。こちらを購入いたしました。いやー、かっこいいっす。かっこいいですよ。後ろこういう感じで、はい、この後ろがヒールがいいですよね、この年代のあのデザインは。まあ、インスティンクト2ロー、あのハイカットをね、好きで、紹介してました。僕持ってるの紹介してました。この間もね、何個前かな、1個前か2個前ぐらいにハイカットをね、購入して紹介したんですけども、今回はローカットです。ローカット、うん、インスティンクトのローカット初めて買いました。インスティンクトのローカット、はい、あのこれは古いやつです。何だっけな、99年です。いやー、20年以上前。でね、状態はね、まあ、もっと悪いかなと思ったんですけど、思ったほど悪くなかったです。だから、うん、思った以上に良かったって言った方がいいのかな。うん。ソールの感じもね、ソールも残ってるし、うん。全然まだまだ履けますね。もちろんアッパーとかで傷とかはついてるんですけど、細かく見ればね、傷とかついてるんですけど、全然履けます。これの、年代のもので、もっとボロボロのやつよく見かけるんで、その割にはね、だから、状態いい方だと思います。うん。ただね、どうしてもやっぱ、シュータンの、このコーティングは、どうしてもね、やっぱり劣化するんですよ。うん。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、今これ、僕得意のね、ベロのコーティング剥がしました。ちょっとね、勢いでもうすぐやっちゃったんで、ビフォーアフターはないんですけど、うん、ビフォーはないんですけど、うん、写真撮っておけばよかったですけど、忘れちゃいました。はい。で、綺麗にね、このシュータンもね、ここ、白い部分っていうかね、ベージュっぽく見えてるのかな。うん。ここも、綺麗なね、綺麗なっていうか、剥げかかってっから綺麗じゃないんですけど、ここもね、基本はシルバーなんですよ。シルバー。うん。でもシルバーなんだけど、コーティングボロになってて、うん。で、剥がしちゃいましたね。はい。で、今はね、もう、すっきりした状態でね、もうこれで気兼ねなく履けるなーという感じですね。はい。いやー、インスティンクト。やっぱりね、インスティンクトって、このゴールドとかシルバー使ってるやつがやっぱすごいインスティンクトっていう感じがしますよね、うん、いやー、このねローカットも欲しかったんですけどね、やっぱりね状態いいのは、さっきも言ったんですけど、状態いいのはなかなかないんでね、これはねいい買い物だったと思います。で、今回のお値段、買ったお値段なんですけども、なんとこちら1300円でした。いやー、安いですね。もう本当にこの1000円台の1500円以下っていうのはね、本当にそこでみたいなもんなんで、もう本当に会心のガッツポーズが出る値段ですよね。もう、バッチリの最高のディングだったと思っております。はい。ねえ、いいっすよね。ということで、今日はですね、アディダスのインスティンクトロー、黒シルバー、こちらをですね、買ったので紹介させていただきました。今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだだという方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご覧になっていただいて、どうもありがとうございました。リノスマンでした。バイバーイ。